株式会社藤子氏は東京都港区に本社を置く、切削工具、ベアリング、産業用ロボットの製造を中心とする日本の企業である。旧本社は富山県富山市に置いていたが、2018年2月、本社機能を東京に全面移転した。東京証券取引所一部上場企業で、2004年までは日経平均株価の構成銘柄であった。商標はなち。 かつて、ナチゴのブランドで自転車を製造していた。創業者のイムラ・アラキが、機械工具分野の自立が、我が国の産業を発展させる基礎であるという強い、使命感にあふれ、この抱負を、創業の精神として、社名を、富士、古士とした。富士は、仏典で、善悪富士、横島聖一にあるいは、明悟る富士というように、現象としては違うもの、反対に見えるものも、 より高い次元に立ってその本質を深く見極めれば、もともと一つのものであることを意味する。すなわち、性に対する反、そして合わせへの消化を期するもの。古紙は、北陸の古い古書、高紙を意味する。ナチブランドは、日本のルーツである熊野ナチ大社に由来し、高い事業意欲を表している。1929年、昭和天皇が、 国産省令の産業視察のため関西に巡航した折大阪市長で優秀国産品として富士古市の白草を見学した。初代社長井村荒木はこの破格の栄誉に痛く感激し、その時の天皇のお召し館である最新鋭の従順洋艦、那智の艦型をバックにして那智、マークを作り商標とした。 富山事業所なめ川事業所同社の会長の本間、広尾が同社が2017年7月5日に開いた同年5月中間決算の会見において、富山県生まれの人は極力採用しないとの趣旨の発言をしていたことが明らかになった。富山労働局は公正な採用選考の観点から不適切との見解を示しており、本間は同年7月25日付で、 謝罪のコメントを同社ウェブサイトに掲載した。2016年11月朝鮮出身の女子、勤労停心隊として働かされたとして、韓国人女性ら5名から訴えを起こされた裁判の決心があり、韓国のソウル中央地裁は同社に15億ウォンの支払いを命じた。同社は即時抗争を行っていたが、2018年に韓国の王ポーインが10月、 新日鉄住金に対し、日本による植民地時代に強制徴用された韓国人被害者に賠償を命じる判決を下したことを受け、2019年1月末に判決が下る予定。AB、組織改正と人事道について、藤子氏。 http://www.nachi-fujikoshi.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュニューススラッシュプレスラッシュ 180221.html 2018年5月13日閲覧熊ノート墨大臣を祀った熊野町大社から由来する。株式会社富士、腰、富士腰、中国で。 産業用ロボットを生産。日本経済新聞。2017年4月14日閲覧。組織改正と取締役の担当職務の変更及び人事道について、富士子氏。 http://www.nachi-fujikoshi.co.jp。スラッシュニューススラッシュプレスラッシュ一七零八一八。html 二零一七年十一月二十六日。閲覧 ab。藤江津東京に本社一本化。本店も移転。読売新聞。 http:///。w 読売 c o j p ローカル富山ニュース2017万706位トント5万 44?HTML2017 年7月8日閲覧 AB 北日本新聞2017年7月6日付長官一面富士、腰、富山の人は極力採用せず 地元機械メーカー会長毎日新聞2017年7月15日、藤子越会長、富山ドラーヌ謝罪 HP で毎日新聞2017年7月26日。ありがとうございます。